なんというんでしょうね、時代を感じる感じはありますね。ただスムーズに早くこの乗るっていうことだけではなくてですね、やっぱ当時のやっぱこの荒々しい感じのフェラーリっていうのをですね、もうこう味わえるっていうのが、これの乗っててですね、すごく操作してこの運転してる時にも感じさせてもらえるのがありますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコストの矢野浩二と申します。今日はフェラーリ F430 のご紹介をしていきたいと思います。はい、フェラーリのですね F430 のですねご紹介ということなんですけれども、こちらですね、平成20年式、2008年ですかね、2008年式の430ということで、これディーラー車ということになります。でこの F430 っていうのがですね、非常に根強い人気っていうのをやっぱ誇っておりまして、430ちょっと前まではスクーデリアとかですね、M シリーズとか、そういったものが注目されていて、つい先日は弊社の方でもスパイダーのですね、マニュアルトランスミッションの車のご紹介というのをさせていただいたんですけれども、程度のいい430っていうのはかなりやはりこうニーズがあってですね、探されている方も少なくないんじゃないかなというふうに思っております。今回ですね、ご紹介させていただくのはまさに程度としてはですね、かなり期待していただいていいかなというのはですね、ディーラー車の車ということになります。色がですね黒なんですけども、すごくシックな感じのですね色合いで、また違ったフェラーリの印象っていうのを持っていただけるんじゃないかなというふうに思っております。ちょうどですね、たまたまその F8 がですね、ちょっとこちらの方に、こう黒でこんな感じの車が今あったりもするんですけれども、印象としてもですね、F8 とこう正常進化されているというような感じで、決してですね、この車自体の古さを感じないというか、これはこれで430の形としてですね、非常にその完成された感じの車というようなイメージではないかなというふうに思います。程度をですね、また見ていただけるのに外装とかをですね、ちょっと今見ていきたいと思っております。でまずですね、外装面でこういったですね、前のところの飛び石とかっていうのが多分気になるかと思うんですけれども、全然これないんですよね。かなり綺麗な状態になってますね。フェラーリでもある程度走行走ってる車であればですね、この飛び石っていうのはどうしても出てしまうことがあるんですけど、この車に関しましてはですね、そういったところがほぼないかなというような感じですね。結構身近な感じで見ていってもないかなというところですね。で、黒なので、特にこの今の照明をかなり焚いて写真この動画って撮ってるので、こういう表面上のものがですね、一番見えやすい感じになってるんですけども、こちらはですね、多少の洗車傷っていうのがですね、出てるかなというのがあるんですけど、これはですね、磨きとコーティングっていうのを再度することによって、この素地であればかなり綺麗な状態になるかなと思います。あとはライトのですね、この状態も非常に綺麗な状態で、くすみ一つないというような感じですね。これもすごく綺麗な状態かなというふうに思います。で横見ていきたいと思いますね。純正のアルミホイールが付いているというような感じになっているんですけれども、黄色のキャリパーというのが付いてますね。タイヤがですね、 P0 のピレリが付いてあって、これはですね、タイヤ多分変えたばっかりですね、クブ山ぐらいあるかなっていう感じで、タイヤの交換はもちろん必要ないということですね。で横見ていきたいと思います。綺麗ですね。本当傷一つないという状態です。外装面においては、これ車今入庫した来たばっかりで、洗車してそのままここに並べているという状態なんですけど、全く問題がないかなという感じですね。で後ろもタイヤがこれも全部これ交換されている感じですよね。これもクブ山というふうに言ってもいいかなと思いますね。
でリア見ていきたいと思います。リアのですね、このエンジン自体がですね、この、後ろのルーフのところからあの中見ていただけるような感じになっているんですけど、この結晶塗装の部分も非常に綺麗な状態を保たれているかなと思いますね。で純正のこれマフラーがついているということで、この辺りのですね、リアの、このテールの部分とかもですね綺麗な状態ですね。特にですねこの外装面においてこの年式でですねあのこれはとマイナス点としてですね上げないといけないところっていうのは特にないかなというところですね。ガリ傷も全くない状態です。いやもうこれぐらい綺麗な430ってそうはないと思うんですよね。やっぱりどうしてもあのこれ内装も今からですねあのご案内させていただきたいと思うんですけど、あの430結構ボロい車があの結構多いんですよね。360と430はあの結構 あります。そのあたりをですねあの期待以上の、車ということを言って差し支えないかなというふうに思いますね。はい、内装ですね見ていきたいと思います。内装はですねタンレザーになっている感じですね。で、このシートもですね、シワもなくて、このもともとそのフェラーリのシートって革の素材感っていうのはすごくやっぱり良くて、あの傷んでない車が多いんですけど、この車も例外なくですねあの綺麗な状態になってます。まあ、強いて言うとこういった、このサイドの部分っていうのが多少ですね当然使っている時のシワっていうのがあの出てるんですけど、これぐらい綺麗な車ってほとんどないので、まあ、要チェックという感じですね。ちょっと乗ってみたいと思います。おお、いいですね。あのこれ比較対象がですねあの私もたくさんの430を見ていってるので、この辺ってどうっていうのが結構あるんですけど、まずですね、細かいところで言うとこういったところのベタつきっていうのがまずほぼ 100% 出てるんですけど、これはですね、ほぼ全てあの対策をしているということですね。でこの辺りのここら辺もこう対策をしているんですけど、これも多分あのやった後っていう感じですかね。でこの辺りもだいたいベタつきが出たりとかしているんですけど、ここもです問題ないですね。あと中のこういった部分ですね、この辺りっていうのもあのベタつきが出たりとかするのと、普通はですねこの車全くないです。あとはこの辺のカーボン素材っていうのもですね、この色の耐火とかですねそういったものもないかなということですね。でこの辺りもですね、ベタつきも全くなくて綺麗な状態ですね。これぐらいの車ってなかなかないですね。ここも結構なりますからね。いやこれは綺麗な感じですね。はい、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。すごいですね、今フェラーリのマークがポコッと出ましたね。 OS が Android の OS がついてる感じですね。今ですねアイドリングをかけた時にあのこの何というんでしょうね、アイドリングの時の振動っていうのがですね、あの特に430だとあのものすごく伝わってくる感じの劣化を感じる車っていうのは個体としては結構多いんですけど、この車はですねあのそういったのがない状態で、すごいいい感じですね。でこの車の場合は当然その NA のエンジンということになってくるので、あのこういったですね今のダウンサイジングされたターボのフェラーリのエンジンとはやっぱり違って、やっぱりこうあのなんて言うんでしょうね、こうエグゾーストーンっていうのがこう体にこう響いてくるというか、フェラーリらしい音っていうのをアイドリング時からもですね感じさせてくれるという感じになってますね。でハンドルのスレとかもない感じですごくいいですよね。でこのハンドルが今のやつはもうちょっと昇降形になってて、この辺りにこのカーボン素材なんかが
使われている車が多いんですけど、結構シンプルな感じになってますね。でこのナビゲーションがですね、なんかでかいスマホみたいな感じですよね。面白いですねこれ。ただナビゲーションとかもだいたいこういう車にはついてないか、もしくはなんかチャチいやつがこの辺りについてるとかですね、いうのが多いんですけど、こういうふうな取り付け方をしてるっていうのは実用性としてもすごくいいかなというふうに思いますね。多分取り外しも簡単できるんじゃないかなと思います。あとは、こういった GPS レーダーとですね、あとはドライブレコーダーがしっかりと装備されているということですね。上のですねルーフの部分がこれ本革になってるんですけど、革もですね、特にタレとかっていうのがある車も多いんですけど、これ全く出ていないです。そういったですね総合的なところで見ていたときに、かなりですね程度としては最上級の程度と言って差し支えないかなというふうに思いますね。走行距離が1万4000キロ強というふうな感じなんですけれども、1万キロ台でですね、こういった程度の車というと探してみてもですね、ディーラー車でなってくると、そうは数としては多くないと思いますので、ご検討の方はですね、こういった動画をぜひ参考にしていただければいいかなと思いますね。はい、エンジンルームをですね見ていきたいと思います。この辺もカーボンがですね使われてて、すごくもうこの時代のフェラーリって言っても今のフェラーリにすごく共通する感じにもなってますよね。で今って、後ろが特にスパイダーとかだと後ろが見えないような素材仕様になったりとかしてるんですけど、これもですね黒にこの赤のヘッドっていうのが見えるっていうのはすごくやっぱかっこいいなという感じですよね。やっぱフェラーリに乗ってるって乗ってその感覚的なところでもそのフェラーリのエグゾーストを感じてですね楽しめるっていう部分もあるんですけど、視覚的に見てですね、こう眺めるっていう楽しさっていうのもあると思うんですよね。そのあたりもですね十分にそのオーナーの満足感というのを引き出してくれるような、そういったですね、大きな要素っていうのがこのあたりにもあるかなというふうに思いますね。はい、トランクスペース見ていきたいと思います。これはまた結構やっぱり458とかとですね比較してもかなり広く作られてますね、この時代ぐらいから。でこの辺りにですね工具であったりとか、あと新品のマットとかがここになんかありますよね。でこの辺りも全部ビニールで包まれてて、なんか大切に保管されてきたっていうのがですねこの辺りからも伝わってくるかなというところで、非常に好感が持てますよね。はい、それではですね走らせていきたいと思います。このミッションが最近は本当430フェラーリっていうのをこの F1 マジックで乗ったの久しぶりですけど、やっぱ458とかが458、488とかですね、最近で F8 とかっていうのも最近乗ってるんですけど、なんかやっぱりなんというんでしょうね、時代を感じる感じはありますね。ただスムーズに早くこの乗るっていうことだけではなくてですね、やっぱ当時のやっぱこの荒々しい感じのフェラーリっていうのをですねもうこう味わえるっていうのがこれの乗っててですねすごく操作してこの運転してる時にも感じさせてもらえるのがありますね。感じのフェラーリサウンドがしますね。
はい、いかがだったでしょうか。フェラーリのですね F430 のですねご紹介をさせていただきました。こういったスーパーカーのですね今市場っていうのが非常に高騰をしておりまして、オークションとかですねそういったものでも小売りで販売をしていた車よりもなぜかオークションの方が高く落札されるっていうのも珍しくないというようなことが、結構起きてきたりとかしております。でそういう時にですねまずこういったその売り物件っていうそのものが結構少ないというのがあるのと、あとは今だったらこのタイミングでフェラーリを買いたいなというふうに思った時にどれを選んでいいのかが分かりにくいというのがあると思うんですね。例えば全国で430を探していくというふうになった時に一箇所に集中して何台も見れるってことはなかなかやっぱりなくて、ある程度の目星をつけてですね車っていうのを検討されるという方が多いんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、まあ、その時にですね今回のような動画でですね実際に車の細かいディティールっていうのを写真だけではなくてですね映像と解説をさせていただいていく、もしくは車の動画をですね見ていただくことで実際に動いている感じの感覚とか、おそらくそういったところから伝わってくる部分っていうのは少なからずあるのかなというふうに思っております。実際にこういった YouTubeを通じてですね問い合わせっていうのがほぼ毎日のようにですねお電話いただくということが今あってるんですけれども、ぜひですね、こういった動画を参考にしていただいてご検討の一つの材料にしていただければ嬉しいかなというふうに思ってます。また、具体的にですねその車の検討をしていただく際にですねこの辺をもうちょっと見てほしいとかこういった動画を撮ってほしいというようなご要望にもですね、非公開にですね、非公開の動画で、そういったご対応などもさせていただいておりますので、遠慮なくですね、そのあたりをお申し付けいただければというふうに思っております。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。